今回やってもらうのは中央大学の問題ですね。合ってるわけじゃない。ごめんなさい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 。叙述なんとかみたいな前後ろで感じにスペルが分かんなかったです。マジでそんなことないじゃん。だってまた思わなきゃいけないわけですね。お待たせしました。アマチュアチャンネルです。ぶつけてるやん。はい、ということで、今回横山に来ていただきまして、まあちょっと手術模試の結果がやばくて、やり方もまずいんじゃないかということで、一旦問題解いてもらって、はい、どれぐらいできるのかを見たりして、あとはまあ説明能力ですね。問題の回答根拠とかを言ってとかっていうのをやってもらいたいと思います。はい、では、今回やってもらうのは中央大学の問題ですね。はい、2023年、商学部。はいですね、中央の賞、会計国際マーケット、一応賞とかね、そういうところを目指してるから、社学とか、賞、早稲田社学賞でしょう。どこでもいいのか。どこでもいいです。はい。早稲田だったらどこでもいいんです。そうです。人科も受けてください。はい。はい、では、いきたいと思います。大問の4かな。はい。私も解いてないので、今見ます。はい。はい、できました。はい、あ、結構まあ早いか分かんないや。じゃあ見ていきましょう。最初の問題ですね。 Each of the committee members is present at the meeting last month. 合ってるわけない。ごめんなさい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 。合ってるわけないでしょ。わずですね。はい、わずですよ。もちろん後ろ、ちょっとごめんなさい、後ろ見てます。もう見てなかったって。わずです。はい、もちろん Each, every, either は全部単数形っていうで始まる。で、プロレスではやりました。いや、あの中途半端な知識聞いたらいいですか。あ、違うんですか。だって今の、はい、Each, Every, Either って言ったでしょ。はい、一つだけ役割が違うキャラがいますね。ほら、今この3つを言ってどれが役割が違うか分かりました。意味で言ったらイーザーでしょうけど、はい、文法上1個違うキャラがいますよね。だここだって置き換えられないでしょ。はい、気にしたことなかったっす。いや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 、そこが一番大事なとこじゃない。はい。Each はここに置けるけど、Every はここに置けないですね。あ、もうそれわかんないです。もうやばいってその知識は。え、いいですか。これ Each of the committee members って書いてるんで、Each は何詞ですか。品詞。ここにこの Each です。この Each は何詞ですか。え、名詞じゃないですか。名詞ですよ。ああ。Every は名詞になれないからこの位置に置けないですね。はい。はいって。その違いを知らなきゃいけないです。Every と Each は。後ろに名詞を置くときは Every member, each member 大丈夫ですけど、こういうふうに of the 複数名詞の形を Each は取れても Every は取れないですから、それがめちゃめちゃ大事ですよ。はい、へー、その違いとか正語出るし知らないとダメです。はい、はい、でだから単数扱いだから、だからいつかわずに絞られる。はい、で last month っていうのがついてるから過去っていう、それだけの問題でした。はい、コミュニティメンバーズは、え、委員会の人たちみたいな。そうそうそう、大丈夫ですね。プレゼントは大丈夫ですね。プレゼント、出席するみたいな。出席しているですね。している。はい、形容詞になりますね。他の意味はプレゼント。現在の。はい。で、はい、現在のと出席しているの場合は2つの形容詞ですけど、どう違うんですか。叙述なんとかみたいな。前後ろで決まるみたいな。そう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 。だから前後ろ、まあまあまあ、はい。だからどっちがどっちですか。え、なんか叙述の何でしたっけ。いいよ、叙述中じゃない方はがない方が、がない方がなんか名詞と一緒に使うみたいな。え、もうなんか中途半端なんだね、知識がね。はい、で今回は何用法ですか。これ叙述、叙述中用法ですね。叙述用法っていうのは保護になるキャラクターですね。はい、じゃあもう一個の用法はどういうキャラクターですか。形容詞の名詞にくっつくみたいな。名詞を修飾する、はい、だから前から名詞を修飾するのが限定用法ですね。限定用法、はい、はい、で保護になるのが叙述用法。限定用法の時はどういう意味になるんですか。プレゼント、現在の、ここにある。そう、現在のですね。プレゼントシチュエーションとかです。それに対して叙述用法の場合はあるとか出席しているっていう意味になります。 People present みたいな後ろからかかるわけですね。叙述用法をどうしても名詞にかけたい場合は後ろからかかりますからね、はい、っていうのとかも知らないといけないですから、はい、あ、怖い怖い。だあとは普通に名詞でプレゼントの意味があったり、動詞で与えるの意味があったり、いろいろ知らなきゃいけないという、そういう知識を持っておかなきゃいけません。次、Ms. Kim spoke なんとか that I could hear her downstairs。で、very loudly を入れました。なぜですか？なんか文の要素的に副詞か。そんなことをしちゃったら後ろの that 説どうなっちゃうんですか？ Speak that になっちゃいますよ、そんなことだったら。Speak は that 説を取れません。はい。Say だったら取れますけどね。この that 説の説明がつかなくなっちゃいます。なぜ that の塊があるんでしょう？
はい、はい、だから、はい、サッチかソウのサッチザットかソウザットだなってまた思わなきゃいけないわけですね。はい、はい、で、はい、どっちですか？ PD B B です。はい、サッチ、あ、ラウドボイスですね。まあ別にインナーボイスだからって言ってやってもいいんですけど、え、 D はソウラウド、あ、ボイスにならないといけない。そう、形容詞は名詞です。そう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 、にならないといけないんで、別に前置詞が分かんなくても B だっていうふうに選べる問題でした。とってもでっかい声で喋ってたから下の階でも聞こえたっていうわけですね。いや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 、さあ次行きましょう。 She had her lunch, she enjoyed it。 はい、答えは She、はい、wherever、 なぜでしょう。なんか他は全部、うん、後ろが不完全文になるから、うん、あ、まあまあまあ、不完全文だったんで C 選びました。はい、まあ複合関係代名詞か関係副詞かっていうので、そうですね、関係副詞になってるのを選べば OK です。後ろが全部揃ってるからですね。 She had her lunch っていうの SV を揃ってるので、はい、答えは wherever ですね。どこで飯食っても楽しむ、知るかみたいな文ですけど。はい、さあ続いて仮定法だ。 If our house なんとか bigger we would invite more people to our party。 合ってますが、さあなぜですか。なんか後ろが主節の方が would と、うんうんうん、助動詞の過去分詞だけだったんで、助動詞の過去分詞、助動詞の過去形だけだったんで、はい、なんかまず A と C は違う、まあ、いわゆる助動詞の過去形なんで仮定法じゃないと、はい、でこっちはなんか大過去、仮定法過去で使うじゃないですか。え、違います、仮定法過去完了ですね。過去完了は、仮定法過去完了はいつのことですか。その1個前のこと。はい、まあ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 、うん、まあ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 、なんじゃなきゃ中途半端に覚えてるんだなって、いろんな知識が合体しちゃってるね。そう、だからその大過去の知識だったのか、今はねウィッシュやアズイフの知識と混ざったのか分かんないけど、俺は今のことだからはおしまい、ね、仮定法過去のは、はい、ハドビーンだったら過去のことになっちゃうからね。ああ、私たちの家が昔より大きかったら今インバイトできるっていうのは意味分かんないですね、はい、ということで答えはわになります。あ、まあまあよくあることね、知識がごちゃ混ぜになっちゃってるっていうのは。はい、次。 I own it own it entirely to you that my lecture last weekend is successfully。 はい、ダメです、違います。なぜ own な、持っている、なんで it that だって気づけてるのに、はい、own を選んだ。合ってますよ、これ it イコール that 以下ですよ、それは合ってるんだけど、はい、なぜそれが分かったのに own を選んじゃったの。そう、 to you にも線が引っ張ってるじゃん。そう、回答の根拠もそこですよ。一番この形を取れないのが own ですね一番遠い、他は全部 to と相性がいいのに B だけ一番遠い。はい、 O A to B の構文ですね。はい、 O A to B は一体どうですか。で、特に B の位置にこういう風に人が来ることが多くて、はい、どういう意味ですか。 A のことは B のおかげだみたいな。そういうことですね。単純にスペルが分かんなかったですマジでそんなことないでしょ、だって own ってあ、これ O に読めなかったって、いやいや見て勉強してんだから、そんなわけないやん、だ全部あなたのおかげですね、はい、先週のレクチャーがいたのはってことね。やばい、ちょっと、いやこれだってポラリス1のレベルだからね、全部3やってるけど。次、6番。 The steps なんとか in this recipe seem difficult ですね。はい、 described あってます。何でしょう、はい、分子。そう、分子。Describe のまあ O がないからで、自動体だからっていうので、はいはい、もうそれはいいんですけど、まあ、まずだから動詞がすでにあるからですね。 seem っていう動詞があるので、はい、新たに動詞は置けない、だから B っていうのはダメで、で今言ったように目的はないから受け身っていうので、はい、D の Describe を入れるということです。だから構文は中途半端って、構文はできてるんだよね、うん、知識が足りないのかな。 My uncle なんとか my aunt after finishing university in 2012で、my uncle married、 はい、正解ですね。なぜかというと他動詞で、そう、でもうそれだけですもん、はい、D は何だったら正解ですか。 To、 そうそうそう、が married to ですね、はい、で B も同じように got とかが必要になるって感じですね、はい、これもポラリス1に載ってますからね。さあ次が To my great surprise I found that the house where I had lived as a child had been pulled down ですね、はい、正解です。なぜかはいうと、驚いたことにみたいな、はい、もう意味を言ってるだけですよ、それ形で答えてますよ、形で、まあ、これも載ってるでしょ、ポラリス1に載ってなかったっけ、前置詞のとこ載ってなかった、ちょっと最近始めたんで、いや最近始めてなんで3なのさ、1とかもう全然、あ、1にはもう全然やってないです、3からなの、はい、2プラス感情の名詞ですね、知らない、昨日見ました、昨日見ました2 1 the surprise ね、はい、驚いた、2 1 the delight とか、ちょっと昨日見た知識でなんとか正解できたじゃ困るえ、この文の意味は、え、驚いたことに、うん、私が昔住んでた家、うん、昔子供の時ね、子供の時、あ、そちらよ、うん、あ、プルダウンかちょっと分かんない、想像つくんじゃない、だって家だぜ、ぶっ壊れたみたいな、ぶっ壊れたとか取り壊されたですね、取り壊され、はい、っていうのは分かったんで、で名誉なことに言ってんのかおかしいですね、はい、まあ確かに名誉なことに家ぶっ壊されおかしいですね、はい、ということで 1,2,3,4
こうか、ということで中央の問題は8問中5問。この問題に関してただどれも基礎だからね、はい、できてほしかったって感じですね。まああとまあ説明をそうねできるように頑張る、はい、大事だと思います。はい、なるほど。ちょっとだからポラリスも本当に3だけで大丈夫なのか、ちょっと2、1も見ておいてください。わかりました。心配だな。で、長文に関してはまあ前の動画で説明したように必ず回答の根拠をはっきりさせた後にね、知らない表現。じゃあ回答の根拠が違ったらどうすればいいですか。こことここが言い換えになってんだとかね、うん、そういうのをちゃんと分析することが大事ですね。わかりました。ちゃんと表現を覚えていく、その表現を覚えていくっていうのがまだやっぱ足りてないと思うから、あんな結果になるんかなって思いますので、はい、ということで、じゃあ皆さん応援してあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。